ですえー、今回あの、このような契約をしていただき本当に藤田社長、えー、北野プロデューサー ABEMA の関係者の皆さん、本当に感謝しています。えーまあ、この契約というのは本当僕が現役を続けていく上でもすごいモチベーションにもなりますし、あのーまあ、ペーパービューという,こうビジネスという形がやっぱ海外ではすごい浸透しているんですけど やっぱ日本だったりアジアではなかなかまだ浸透していない部分があったりまあそれによって業界がもっともっと発展できるような業界がまだ発展できてなかったりとかっていうところもあるのでまあこの僕が今回このモデルケースとしてまず第1弾として契約していただいたんですけど今、日本で頑張っている選手だったりあのこれから 格闘家だったりあのいろんなスポーツでプロを目指していく選手たちにとってあのまた未来につながる業界がもっともっと発展していくようなあの契約になるかなと思うので、まあ、そのモデルとしてあの僕がこれからあのもっと活躍して、えー、ペーパービューで、えー、こういう契約をしてもらって、えー、もっともっといい結果が残していけるようにあの僕が先頭で。 引っ張っていけたらいいなと思うんで、本当にすごいありがたい契約ですね。ありがとうございます。そうですね。本当あの率直にもう嬉しい気持ちとまあびっくりした気持ちもあったんですけど、やっぱあの前回のザマッチであのペーパービューっていう形であの試合を放映していただいて、で、あれだけの反響があって、あれだけの人があのまあ日本ってやっぱテレビで 試合を見てみんなやっぱ無料で見れるものだと思ってたと思うんですけどやっぱああいう形でペーパービューで放送してもらったことによってやっぱ海外のアスリートのようにアスリートがもっともっとこう評価されて認められて、あのー、そこに対しての対価がちゃんと払われるような業界が格闘技界もどん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 んそういうふうに、あのー、ペーパービューのおかげでなっていくのかなという,ふうに思うし、まあ、それを まあ僕が今回こういう契約をさせていただいたのでこの,あの契約をすごいいい形でこれからの次の世代につなげていけるようにえまずは次の復帰戦必ず勝ってえもともとこの業界を盛り上げて夢のある業界にしていけたらいいなと思ってます。そうですすね、まあ、やっぱあの試合するにあたっても,やっぱもう ずっと僕はその k 1にいる頃から行ってるんですけどやっぱ世界規模の大会であのサッカーのワールドカップだったりこの前の野球の WBC のようなあの格闘技界が1つになって世界大会ができるようなあの格闘技のワールドカップみたいなものをやっぱ実現したいなという思いはずっと変わらずあってまあそれプラスでやっぱそ,のそういう大会を あの世界中にこう配信してもらえるようなあのやっぱりこう地上波っていうのもすごいやっぱこだわって今までやってたしそれはやっぱたくさんの人に知ってもらうっていうところでそういうこだわりを持ってやってたんですけどこれからはこうネット配信で世界に配信してもらえることによってやっぱ日本の格闘技界だけじゃなくてスポーツ界だったり素晴,らしい素晴らしい選手がすごいたくさんいるんでそういう選手たちが。 あのネット配信によって世界でこう見てもらえる環境があのこうやって作ってもらえたっていうのはあのやっぱあの業界の発展にもつながると思うし、うん、あのそういう意味でもそういう大会をあのやっていけたらいいなっていうふうに思ってます。